撃の許可が下りました。攻撃は専門外なんだけどな。ターゲットロックオン。誰を餌にするか決まった。絶好のチャンスだ。もうここは目を離してもいいわ。お望みであれば。即興をお楽しみあれ。私の意見が欲しいの。その武器で名乗りを上げなさい。恐怖を隠す。自分の意志で踏み出してはならない。私の意見が欲しいの。あまり待たせないで。警戒態勢を維持します。ようやく私の出番か。聞いてるけど、あまり待たせ。誰かに気づく前にあなたの死体を影に沈めてあげる。あまり待たせないで。頼みは何だ。どれくらいの時間で片付ければいい。私の意見が欲しいよ。ここでは感情に意味なんてない。はっ、迷ってる暇はないわ。まだ考え。ここでは感情に意味なんてない。絶好のチャンスだ。この程度か。ようやく私の出番。誰を餌にするか決まった。この程度か。指示を待つ。どれくらいの時間で片付ければいい。連続。ようやく私の出番か。まだ考えてるね。その武器で名乗りを上げた。先に沈黙を破った。臆病者だ。まだ考えてるの。完璧主義者か。この程度か。指示を待つ。決断を下すときは冷静に。慌てなくていい。私が守る。どうすればいいかくらいわかるわ。私に命令しないで。決断を下すときは冷静。私の胸からとっ輸血は黄金にきらめいて。あなた様のお望みの名前。この程度か。指示を待つ。
てるけど。どうすればいい？誰かに気づく前にあなたの死体を影に沈めてあげる。この程度フランカとくぐり抜けてきた視線とは比べ物になりません。出発するよ。隠密行動を心がけてね。警戒態勢。誰を餌にするか決まった？ああ、皆さん、どうか誤解なきよう。私は状況を把握したい。ターゲット、ロックオン。ラザンの煙や粉塵には大量のオリジニウム粒子が含まれるので、長居は避けましょう。絶好のチャンス。どうすれば絶望の匂いをカムフラージュできない？もうここは目を離してもいいよ。戦場って本当にご無沙汰のことだよ。リラックスリラックス。敵は大したことないからね。恐怖は隠せない。自分の敵を逃がしてはならない。弾丸は速い。実は射撃よりも格闘の方が得意なんだ。ああ、後片付けもそっちの方が楽だしな。どうするのに恐怖を隠せ。これ、私の出会いだ。決断を下すときはね、慌てなく、私が守る。ドクターの要望は、破壊は最も単純な行為です。弾丸は速いけど、同じ速さで問題を解決できるとは限らないぜ。オーケー。に、実は射撃よりも格闘の方が得意なんだ。ああ、後片付けもそっちの方が楽だしな。弾丸は速いけど、同じ速さ。ここで分からせて。ドクターの要望は、ごもっとも。了解しました。剣を抜くまでもない。どうすればいい？今日隠せない。本当に悪路に鉱山で埋め、秋分に平原で埋める。目に眩しくは映るもん。決断を迫るのこの世で限る。あんたらがそこまで叩きながら執行陣。いいよ、どこに行くの？あまり待たせない。足元を見て。オーケー。ちょっくら武器を調整して悲鳴を上げる時間を作ってやるからな。決断を下すときは冷静に。慌てなくていい。私が守る。
私の意見が欲しい。信念がその歩調をかき乱す。オーケー、任務は受けたまわったね。プログラム起動します。生命は晴れがよし、呼吸は雨がよし。私の意見がいつまで過去に浸ってるんだ。準備リアクにさしてやる。いいわ。どうすればいいかくらい分かる。私に命令しない。巻き込まれたくなければ離れていなさい。どっちだ。ここで分からせてやる。祈りは不要です。ターゲットロックオン。この身は自分の実力を生み出してはならない。プログラム動画完了しました。ああ、今でもあの嘆きの人は。ドクターの要望、破壊は最も単純な行為。自分の実力を乱してはならない。まだ考えてる。ここでは感情に意味なんてない。ドクターの要目標を確認しました。まだ考えてる。ここでは感情に意味なんてない。あなたはまだ信じているのだろう。皆の命運をその手に握るとき、必ず良い結末に至れると。皆さん、もう一度防護装備の確認をお願いします。溶岩と安全な距離を保って、体調の報告は行
怠らないようにしてください。どれくらいの時間で片付ければいい？全部片付ければいいでしょ。そんな簡単じゃない？めんどいわね。信念がその誰かに気づく前にあなたの死体を海に沈めてあげる。まだ考えて信念がその誰かに気づく前にあなたの死体を影に沈めてあげる。あまり待たせない。私の意見が欲しいよ。ここでは感情に意味なんてない。あまり待たせ、誰かに気づく前にあなたの死体を影に沈めてあげる。指示を待つ。どうすれば絶望の匂いまでカムフラージュできない？まだ考えてる。信念がその歩調をかき乱す。いいチャンスだ。決断を下すと前に見渡す限り戦場だ。今でもあの嘆きが恐怖を隠せない。この程度で指示を待つ。言ってみろ。止血開始。どうすれば足元を見ていますか？プログラム起動します。まだ考え、いつまで過去に浸ってるの？私の意見が欲しいの。指示を待つ。こっそりどこかに行っちゃうかもね。決断を下すときはね、3つ数える間に投降のチャンスをあげる。さあ！
抜くまでもない。3つ数える間に投球のチャンスをあげる。さあ、アーツユニットチャージ。聞いてるけど。私の意見は信念がその歩調を書き乱す。Mission accomplished。 こんな戦場でもみんなの力をここまで引き出せるなんてね。この感じ懐かしいわ。
また素晴らしい一日になりそうだわ。剣を抜くまでもない。どれくらいの時間で片付ければいい？聞いてるけど。どっちがいいのか、ここで分からせてやる。あまり待ち絶望の匂いまではカムフラージュできない。私の意見だと、その武器で名乗りを上げなさい。命をさらう石を溶けてしまえ。これで静かになってくれるの。足元を見ていなさい。指定の位置に向かう。準備今でも。あの投げ絶望のに私の腹から。ここでは感情に意味なんてない。ようやく私の出番。まだ考えてるの？先輩どうか。あまり待たせない。準備はできてる。頼みは何だ？こっそりどこかに行っちゃうかもね。ターゲットロックオン。戦術支援システムオンライン。聞いてるけど。わかった。3つ数える間に投降のチャンスをあげる。どうすれば絶望の匂いまではカムフラージュできないわ。オリジニウム鉱脈を乗せた溶岩に。どっちがいいのか、ここで分からせてやる。懐かしい。依頼内容は承知した。了解。3つ数える間に投降のチャンスをあげる。出ていけ。あまり待たせる今日隠せないわ。憎悪がお前の視野を今でも。あの嘆きが聞こえる。私が送り出します。あまり待たせ絶望の匂いまでカムフラージュできない。この程度か。指示に待つ。何を片付ければ。大当たりを引くのは誰かしらね。これで静かになってくれるよ。さっさと片付ければ楽に終わる。自ら下した決断を疑うの。どれくらいの時間で片付ければいい。いや、気にさしてくれ。私の意見はその武器で名乗りを上げなさい。レンジャー。どうすれば誰かに気づく前にあなたの視点を影にし。大当たりを引くのは誰かしらね。先輩どうかご心配なく。これでも先輩よりも運がたくさん。私の意見が欲しい。その武器で名乗りを上げなさい。了解。どうすればいいかくらい分かるわ。私に命令しないで。決断を下すときは冷静に。慌てなくて私が守る。レンズン。
指示を待つ。聞いてるけど。オリジニウム鉱脈を乗せた溶岩。はいはい、ここでたっぷり休ませ。依頼内容は承知した。どっちがいいのかここで分からせてやる。大地を這う溶岩です。どうか穏やかに。あまりまた足元を見てみなさい。あまりまた足元を見てみなさい。いいチャンスだ。憎悪がお前の視野を奪う。ようやく私の出番か。あまりまた恐怖を隠せない。了解。三つ数える間に投降のチャンスをあげる。信念がその保証をかき乱す。遺言の伝達断る。指定の位置に向かう。ようやく私の出番。あまりまだ絶望の匂いもカムフラージュできないわ。分かった。どれもサプライズ付きだから好きに選んでね。まだ考えてるの？完璧主義者さん。連続。ようやく私の出番。私の意見は、信念がその歩調をかき乱す。了解。誰もサプライズ付きだから好きに選んでね。誰かに気づく前に。前にこの役に準備は完璧。いいチャンスだ。ここでは何も。憎悪がお前の視野を奪う。私の意見が欲しいの？いつまで過去に浸ってるの？さっさと片付ければ楽に終わる。ようやく私の出番。了解。これで静かになってくれ。指定の位置に向かう。まだ考えてる。そこでは感情に意味なんてない。私の意見がいつまで過去に浸ってるの？あなたの見事な指揮あってこその勝利だ。私もまだまだだな。